金曜日。いやいけるんじゃない今日は。なんか確か付き合って、なんか付き合ってる当日じゃなくて、なんか何日、なんか1日後どうせとかなら、なんかいけるみたいな、そんなイメージだけど。よし。なんでドキドキしてんだよ。ののしりスタート。お前はののしりでまずときめかせる。ああいいぜ。そしてエロい話でで、え、来たエッチな雰囲気にした。バカ、とりあえずセクハラだぞ。でおさわりしてん、あ、ちょっとなんか何してるの。邪魔される。別に、まだエッチな雰囲気、まあいい雰囲気。ああいいぜ。よしよし、いける、やっぱり。たく、わざわざこんなとこに連れ込んで。したいならしたいって言えよな。これ初めてかどうかよくわからんけど。で、セリフが。なんか、うん。すごかった。なんか、表情の変わりがちょっと変だけど。まあ、これ多分、これ、私の記憶が確かなら、これなんか初めての時のセリフだと思うんだけど。よしよし、いけた。多分初めて覚えた。勝った。いいのか？こんなとこ二人きりで。よし、じゃあキスしようぜ。こいつのキス一番エロいかもしれない。日曜が待ち遠しいな。やられる時ね。なんでちょ話せよ。恥ずかしいだろう。なんかお前といるとにやけちゃうんだよな。まあこのゲーム実はまあエロゲーだから。一番動くシーンはちょっとエッチなシーンだけだから、この日常シーンは基本的に動かないんだよね。なんでドキドキしてんだよ。くそ、これ普通に可愛い。お前幸せか。いや、なんでもない。幸せかっていうか、なあ、ちょ話せよ、恥ずかしいだろ。こいつの反応結構可愛いんだよな。よし、お前このあえてこのここでキス。なんかごめ ん、ちょっと教えてもらいたいとこがあってさ。勉強か。こっちめっちゃ知力高いしな。よし、一緒に勉強しよう。確かソータも結構好感度高くなった。でもサクヤがまだ全然高くないなってないのがあれだな。まあ太陽はもうこれでいけるだろう。もうやることやったし。もう太陽はもう放置でいいだろう。日曜日デートもあるし。ソータとサクヤを何とかしよう。や、調子はどう？めっちゃ雰囲気真面目じゃん。ん？あ、楽しい雰囲気。あ、いいよ。暑い日は泳ぎたいよね。涼めるし、運動もできるし、一石二鳥だよ。いや、調子はどう？なんか金髪が来たんだけど。ああ、いいよ。やっぱりこいつからいいかな。ああ、いいぜ。いただ、マッサージされてる。争奪戦やる、やろうぜ。そっちこそ邪魔なんだけど。どっち？どっち？ああ、また勝った。あ、嘘。何の話だよ。嘘。そんなこと言ったの。もうバカ。何とも思わないんだからな。お、これ罵り成功。お、これ何やってるんだこいつら。ちょっと来てくれ。あ、と何？あいつずいぶんひでえことしてるみたいだぞ。わざわざ。こんなところに。お前幸せか。まあじゃあ触るか。セクハラだぞ。ん、なんだい。まあお前にもちょっとこういう話を、うん、いいよ。誰かをちょっと来てくれるかな。ああ、いいぜ。ダメダメだ。ああダメか。ゴヨ、またあいつらどこに行こうとしてる。次の機会に。あれ、あ、消えた。うわ、もう誰にも。さ、教室行こうぜ。うん、いいよ。
ああなんか励ますまさかあなたに励まされるとは。お前も攻略したいからな。やることやってんな。まあまあ大丈夫、もう太陽はもう、おう、まあこれは私今と関係ない、そういうシーンはもうスキップしたから。いやこれこの地今日いつまでやるの。いや一応6人全員攻略、全員と恋人状態になりたいんだけどまあとりあえずさ、どうかしましたか。サクヤード今はサクヤード、あの太陽はもう攻略済みだから早い、はい、早いけど好きな人まだ1週間も経ってないけど。どうかしましたか。何してんの。あ、いえ別に。こうやって邪魔されるのがちょっとめんどくさいんだよな。いきなりキスされた。ちょっと罵るわ。いきなりキスすんなって。なんでドキドキしてんだよ。くそ。じゃあお前じゃなくてちょっと、まあ、ソーター。二人目やっぱりソーター。今日という今日は許さないわよ。みんな、来てくれ。勝負。喧嘩。よし。私。おっと。かっこ悪いな。いやいやいや大丈夫、設定的に私の方が強いからお前幸せか。いやまさかの。いや何でもない。まあ、あれ何し、あ別に。あれおのれじゃないんだ。あいつすっごい優しい人らしいね。へえやるじゃねえか。この4人なあ、あ、これはなんか親密なコートをやる、まあ、あれ何してるの。これおのれだろ、キスしようとしてるのに邪魔された。お、ソータ、ソータのところ行こう。ん、ソータどこに行こうとしてんだ。適度に運動しないと体が鈍っちゃうよ。やれやれ、仕方がないな。どうかしましたか。まずこいつと話そう。はい、物を食べるときは。何の話だい。皆さ ん、 ん、体を動かしに行きましょう。まあ、行くか。あーなんかコモリタクヤも来そうだから結構遅そう。まあ今この運動待ちだから、こいつ多分話しかけ来よう。ね、うん、キスして。あまた今度な。おお、雰囲気悪いから。ひひ見よこの華麗なる動き。体を動かせばいろいろと発散もできますからね。よし、じゃあ咲夜と。私に何か用が。あ話そう。はい、好きな人。恋バナ2回と。私にエロ話2回でいけるんじゃない、はい、誰にも好感度。私に何か用が。はい、この雰囲気なら好きな人が罵りもいけるんじゃない。私に罵り言ってみる。それで私をけなしているつもりですか。もっと言葉を選んできてはどうでしょう。失敗バージョンですね。なんだい、めっちゃ怒ってるからなだめよう、はあ、仕方ありません、ね、自分で怒らせて自分でなだめる。えへ、まあこいつはもうこの時間はもうダメだから、じゃあソータ行こう。何してるの。あ、ちょっと面白いこと聞いてさ。実は。ああ実はな。うん、雰囲気悪いなここ。ちょっと来てくれるかな。ああいいぜ。お、他のところに行こうとしてる。なんか、お、少しお話ししていきませんか。あいいぞ物を食べる。ああ食べ物の話か。そうだそうだ、どうやら私は周りからしたら浮いてる存在のようですね。諦めるにはまだ早いよ、君なら大丈夫だって。何の相談。いや、調子はどう。
恋バナ。ああ、いいよ。やっぱりこの好感度は恋を伝えていいんじゃない？ありがとう。反応悪くね。お前さ、エッチしたことあんの？俺だって言いたくないことはあるさ。言いたくない。じゃあ、ちょっと来てくれ。なに どこに行こうとしてる？また悪い噂。あれ、何してるの？邪魔された。別に。うわ、よしよし。土曜日あるのかどうかよくわからないんだけど、なんか誰か来る？いや、もう直接連れ込む。ああ、いいぜ。こういう風に。みんな、中庭で一息つかない？の、おお、連れ込んだ。たく、わざわざこんなとこに連れ込んで。したいならしたいって言えよな。ん？うん。なんだよ。成功した。気持ちよかったに決まってるだろ。これはなんか、バッチリ好印象バージョン。なんか成功するか失敗するかってのがあるんだよね。あれ誰と話しかけようとしてる？ちょっと来てくれ。お前またやる？これはこっちに向かってる感じですね。お前さっきやったばかりなのに。いや、やっぱり太陽はもう安牌だから。あ、そういえば好感度見よう。なんかリモーチュとなんか一回殴り合いの喧嘩したからな。めちゃめちゃ好感度悪くなってるだろ。悪い。でも、簡単に返す気。あ、やっぱり相手から誘うとこういう感じになるんだ。なんだよ。でもやっぱり受けっぽいんだよな。気持ちよかったに決まってるだろ。どう考えてもやっぱり受けだな、この言い方。私は受けだと、まあ、違う、好感度見る場所行こう。勉強教えておくれ、プリーズ。また次の機会にでも。わ、ちょっとなだめ、そろそろ、なだめる。ああ、そうか、別に落ち込んでないか。はあ、どうした？はい、好きな人。よし、昨夜の好感度も上げよう。どう？開けよう。はい、好き。2回ノルマ達成。はあ、なんかみんなそんな。ああ、いいよ。めっちゃ気抜けてるやん。やっぱりいい雰囲気じゃないと罵るのは危ないよな。ああ、やっぱり安全に。よし、ノルマ達成。じゃあとりあえず見てみるか、今のところの。おーおーおお、来た。3人ゲットした。え、これ何？これ何？もう別れたい。え、もう興味ない。え、これ絶対別れるぞ、この2人。この別れ話してるところをちょっと目撃したいな。でもこのゲームみんな結局みんな自由に動くからさ、いつ別れるか見れない場合もあるからな。ちょっとさ、赤木太陽のストーキングをして。あー、ちょっとね、いつ、次は部活か。じゃあ運動服に着替えよう。そう、まだ話しかけてない男に話しかけよう。ん？なんだい？ショタ、あと誰？いいよ。ショタと誰かを、ショタとあの黒、この子、こいつともまだ。てめえか。あとあのオタクキャラ。ああ。残るは。俺だって人な。いや、これいける、6人いけるよ。6またいけるよ、これ。どうした？普通にいける。ああ。
俺だって。で、さっきのショータ、あと1回ノルマ。勉強は大事だからね。ああ。何の話だ。ああ。そろそろ本気出す。エッチな話どう。やれやれ、仕方がないな。何その態度。君はどこフェチかね。俺はもちろん。デュフフフ。デュフフフ。いや、この効果、成功率あんまり良くないな。もうなんか、ふひ、俺と汗をかきに行こうぜ。ああ、うん、覚えとくよ。また教授でいいかな。勉強するぞ。ああ、いいぜ。すげえ、わかるぞ。俺にもわかる。一人か、どれだけかついてきたのは。別れる？別れないか。人には優しくするべきだよ。何をしているんでしょうか。あれ？ちょっとした話よね。昨夜もやっぱりまあ好感度高くなったから、おいちょっとキスしてきた。皆さん、あの人と仲良くしてやってください。まあしてるよ。昨日キスされた。なんだい。もう一回。人前で恥ずかしげもなく醜態をさらすような人間にはならないでくださいね。ああ、いいぜ。あの人前でキスしてるから言われた。あの人、いい人って噂だよ。へえ、やるじゃねえか。で、もう帰るんだよね。とりあえず、まず、お、ちょっとこの女子更衣室に連れ込むパターン、ちょっと見たい一度。太陽、あまり良くないか。ま、トイレも行ける気がする。トイレに連れ込む。さすがエロゲーって感じ。あ、こいつはもう帰るつもりだ。これもう話しかけられない。私に何か用が。これかな、はい、好きな人ができたら。私に何。ちゃ、これも好感度まだ、はい、一番高い。好きな人まだ行ってないか。好感度めっちゃ高いじゃん。あれ、どこに行こう。いい噂を聞。ああ、何してるの。ああ、ん、別に。ん、こいつとも話そう。誰かを。これはまだ好感度全然高くないな。96は。さ、帰ろ。ああ、お、全然仲いいなあいつら。何か妖怪。うん、い、誰かを。なんか初期っぽい好感度だな。もっと見るか。浮気者、もう別れたい。ドキドキする。関わりたくない。好きかも好きかも。よし、いい感じ。他はそんな恋人になってないな。よし。あ、リア充爆発しろは多分なんていうかあれだ。あれ、太陽どこに行った。うわ、太陽もあんなところまで行ってる。よう、なんか言えよ。まあ、まずいい雰囲気にしよう。なんでドキドキしてんだよ。まず罵って。よう、なんか雰囲気変だよね。ああ、いいぜ。やっぱ よくなった。よくなった。やっぱりさっきの罵りが効いてる。これで家で勉強しない。何か企んでんだろ。そうはいかねえぞ。いやいやいや、いつもやってることじゃん。いつも。まあ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 、まあ、あいつなんか結構。あ、じゃあ昨夜違うな。うん、こいつはもうダメだ。じゃあこいつは結構高いから、じゃあショータ集中砲火。何か妖怪。
ちょっとまず、うん、いいよ。普通の話。やっぱり。何か妖怪？うん。今日もいい。よし、普通の話。何か妖怪？うん、いいよ。誰かを。で？全然雰囲気、変わらない。ちょっとお話ししようか。来た来た来た。リンゴは丸のままガブッといくのが美味しいんだよね。カラオケ行こう。カラオケ行くやつはいるか？うん、いいよ。よしよしよし、行けた。あ、こいつなんかしよ、私に何かしようとしてるな。さっきあの巨頭は。こいつ歩くの遅いな。あんまりうまくないけど、一生懸命歌うね。で、なんかこういう、ここになんかこういう、私は自分で入れたなんかデータ、これはなんか。フリー素材のやつ入れないと、このシーンはスキップされるから、さっきのシーンちょっと見たいから。一応びっくりしたよ。なんか帰ろう。うん、いいよ。おー、40だけど、いけた。よし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 。じゃあ明日の土曜日だけど、投稿するんだ。日曜日だけが、あ、やっぱり、じゃあデートは日曜日なんだ。そういえば、あ、太陽とのデートまだある？ちょっと聞いてみよう。あ、聞いてみようっていうかさ。おっす。おっす。この、デートしよう。あれ？デート、やっぱりキャンセルされてる？ああ、日曜朝、駅前にいりゃいいんだろ？まあまあ、一応お前が初めての恋人だから。ああそうか、他の人とデートした方が良かったか。俺たちは付き合ってる恋人同士、間違いないよな。あれ、それでもデートしよう、いけるんだ。俺だって好きだぞ。まあまあまあ、お前いつ別れるんだ。あいつと。いや、それよりやっぱりそうた早く恋人にならねえ。ソウタ、あれ、あ、なんか一緒に教室に行こうとしてる。じゃあ咲夜は？咲夜まだ来てないじゃん。ソウタ。いや、おはよう。何の雰囲気だこれ。ああ、いいよ。暑い日は。ソウタ、あれ、ソウタどこ行こうとしてんだよ。なんかいきなり学校出たぞ。いや、調子はどう？恋バナ。ああ、いいよ。やっぱり、いや今日進展しよう。進展させよう。いや、調子はどう？ああ、いいよ。ソウタ今日書きか。さて話をしようじゃないか。うん、いいよ。君はどこフェチかね。見ないでくれ。俺はもちろんリュフフフ。で、ここで罵る。そんなこと言っても何とも思わないんだからな。いきなりツンデレになった。え、今はちょっと。これはちょっといい感じじゃない。なでなで。なんか恥ずかしいな。もっと行け。いや、調子はどう？あれ、なんか誰、なんか歩いてきてる、歩いてきてるの誰？ああ、やっぱなんでもないよ。いや、調子はどう？ああ、ダメ、全然ダメじゃん。いや、調子はどう？ああ、あれ全然連れ、なんかどこにも連れていけねえな。おはようございます。じゃあ、はい。まあこの二人と、好きな人を聞け。さくやと、俺だって人並みに恋はする。文句あんのか？なんでみんなここにいるんだ？いや、調子はどう？
いや話を聞け。ああやれやれ。いいよ。仕方がないな。熱い。俺だって人並みに恋はする。いや、じゃあそうか。いや、じゃあちょっと、後でここに来て、どこで、まあじゃあ図書室にしよう。ああ勉強しないと。また今度でいいかな。どこにも連れていけないじゃん。ここ何が起きてる。ああ、なんか来た。ちょっと来てくれ。ああ、なんか顔赤いから。あ、ホテルに行こうとしてる。この方向、これやばいな。いやでもこれなんか成功するかどうかランダムだぞ。失敗する場合もあるぞ。失敗するバージョンのセリフも聞く。悪い。でも、いや簡単に返す気。もう投稿中やぞ。どう？あ、同じ。気持ちよかったに決まってるだろ。いやでも、あの声はないんだよね、この。いや、まあそもそも別に女攻めのプレイは少ないからな。しかも、何ていうか、声を出すのは女性キャラ。みんなで体動かしに行かない。まあ行くか。女性キャラだけの声があるからな。しかもなんか男性キャラのなんか表情の変化がちょっと手抜きだから、まあそこら辺はやはり、まあやはり何ていうか、男性適度に運動しないとすぐ体が鈍っちゃうからね。ほらファイト。よしな、俺に言おう。じゃあマッサージ。ああ、いいよ。 あんまり成功率高くないな。ガツガツ。あの、そこはちょっと弱くて。いや、なんでもないよ。来た来た。これが何が。まあこの違うパターンだな。マッサージは2パターンある。そうか、そういえばその太陽の違うパターンまだ見てないかも。とりあえずマッサージしまくる。何よ。あれ、何してんの。うん、それがね、ちょっと来てくれるかな。殴られる。もう一応行くんだけど。大丈夫、俺喧嘩なら勝てるからいいんだけど。職員室？殴られる？やっぱり。え、これいきなり？これ何何？じゃあ私も殴るぞ。これ、あれ？これどのコマンドだっけ？あ、しばらく動けないな。ちょっと誰か、あ、そういえばここで部活変更。そうだ、なんか、じゃあ野球部。いや、茶道部にしよう。ゲーム部にしよう。後から、なんていうか、オタクくんを攻略しや、ゲーム部にしよう。ちょっと、どのコマンドだ、それ。ちょっと、ほら。何よ。どれどれ。喧嘩を売る。あれ、どれ。なんか、いきなり、殴って終わりなんだけど、そんなコマンドある？そんなコマンドある。あれ、殴る、いきなり殴るないんだ。じゃ喧嘩打ってみるか。いいわよ、かかってきなさいよ。ほら、いいか。私かっこ悪いな。おい、こっちに来い。そもそもさっきなんで私に勝ったの。ちょっと来てくれるかな。ああ闇討ちされたから。元気出すを、俺がついてるを。まさかあなたに励まされるとは。どうかしましたか。あ、そういえばそうだ。はい、好きな人。そうだにしようと思ったのに。次の少しお話ししていきませんか。そうだそうだ、やれやれ。そうだ。どうしたどうしたどうした。励ます。何してんの。あ、ちょっと面白いこと聞いてさ。実は太陽とは明日デートするからいいじゃん。今日二人目の恋人を作ろうとしてるから。な、俺に言おう。
あ、いや。なんか来たんだけど、こいつずっとついてくるんだよ。あいつ、ろくな噂聞かないんだよね。そう。な。ちょっと。あ、いいよ。よし。悪い噂を聞きますよ、あの人からは。そう、めっちゃ人いるじゃん。で、用って何かな。なでなで。ダメだって。なんか、でも。な、俺に用。断り方が結構可愛い。な。まだ全然ダメじゃん。あ、雰囲気良くないとなでなでできない程度の。ちょっと行くな。な、あ、よし。ねえ、ちょっとお話ししない？はい。寄り添える相手がいるだけで毎日頑張れる気がするの。どうかしましたか？昨夜も。はい。好きな。昨夜も好感度上げよう。皆さんで昼食と行きましょうか。行くか。あ、二人だけじゃん。二人だけ。ちょっと待ってる時の動き。うん。またお嫁さんの話。男同士でも同じセリフだから、あいつ多分。ん？少しお話ししていきませんか。何の話？僕は日常か。いやー、次やっぱりソータ集中砲火したいんだよな。うわ、何してんの。あ、ちょっと面白いこと聞いてさ。実はやっぱり邪魔されるんだよな。運動しようと思うんだけど一緒にどうかな。あいつと仲良くしてみないか。いやいや、やってるやってる。へへ。やってるじゃん。私、お前が邪魔してるんだよ。そもそもほら、私ずっとストーカーしてる。あ、図書室。え、答えてくれ。いやいやいや、俺のこと好きか。イエス。まあ、そうだ。あいつと仲良くしてあげてくれないかな。ああ、いいぜ。そうだ、何やってるんだそもそも。そうだ、全然好感度足りないんだけど。このゲーム、なんていうか、何日かに分けて好感度上げないとあまり効果ないみたいな。あ、もうデートの日なんだけど、明日。そろそろ本気出す。じゃあこの部活の終わりの時はいつもこいつと話そう。嫌でござる。あれ、そう、これは真面目な話、真面目な雰囲気ってこと。部活もっとしよう。やれやれ。あれ、別に成功率高くない。ミッションコンプリート。雰囲気全然良くないんだけど。そろ、やれやれ。部費全然雰囲気良くならないんだけど。あ、私の多分、あ、違うな。あいつが私に何か用かね。あいつなんか。ふむ、構わん、続けろ。雰囲気良くないのはこいつ、やっぱりこいつのせい。そろそろ本気で、例えばなだめる。ないん、どういうこと。どうやって雰囲気変えるんだ。あいつ雰囲気良くないな。あれ、うん、今まだこれ気まずい雰囲気。もしかして。俺たちは付き合ってる恋人同士、間違いないよな。何回言うねん。じゃ、罵ってやるよ。なんでドキドキしてんだよ、クソ。いや違う、私ソータ、ソータ。うわ、なんだ、お前、君か。お、こっちの話だよ、いきなり。いいよ、やっぱり。うん、まだまだだな。いや、やっぱり来週にならないとなかなかもう一段階上がらないのかな、これ。やっぱり。まあ、程度は多分セリフ一つで終わるんだけど、基本的にこのゲーム。ふ、やっぱりな。
幸運だからなかなか。そんなこと言っても何とも思わないんだからな。よし、今はちょっと。この反応は可愛いんだよな。よし、なんか恥ずかしいな。ここでなでなで。今はちょっと。もっとなでなで。なんか恥ずかしいな。これでブースト。いや、効果。あ、調子はどう？普通の雰囲気になったぞ。あ、いいよ。エッチな話して。いや、調子はどう？好感度聞いてみるか。あ、俺の親友さ。親友扱いか。こいつ何見てる？まったり雰囲気になったな。その、見ないでくれるかな。いい雰囲気じゃん。だから何そのふーんって荒ぶってた。じゃあついでにこいつとも話しかけよう。どうした？あ、何してんの？また邪魔された。あ、あの人からは悪い噂が後を絶たないようです。みんな悪い噂好きだな。あれ、あれ、お、あー、なんか一緒に帰ったぞ。赤と黒は。あ、黒二人、黒髪二人いるんだ。そう、そういえばクソ虫、まあ喧嘩したからな。俺もう修復不可能だろこの関係。いや、最初からあ、エンジュとこいつがめっちゃなんかあまりにも早すぎたから。おいおいおい、私より早いじゃん。エンジュリモージュ、誰だよエンジュリモージュ。早いじゃんエンジュリモージュ。さすが乙女系主人公系女性キャラ。もう別れたい、どっちも別れたいじゃん。いやー、なんかこいつが先にこう、私にエンジュリモージュの行動に制限されてるやん。じゃあ私もう全然負けてるじゃん。絶対負けてる。もう一回。え、好きかも俺の嫁。あ、俺の嫁の方が絶対上だな、好感度的に。うわ、これは違ったか。ソータじゃなくて昨夜先にやらないとダメだったのか。私に何か用が？ちょっと。はい。まあ恋人なんて気づいたらできてるものですよ。セリフ変わった。あ、そうだそうだ。どうかしましたか？この時、この場合のエッチ、エロい話も。はい。ちょっと違う。あなたもそのみだらな欲求に応えてくれる人を見つけられるといいですね。言い方よ。あ、でもこの、経験ない時もそういうセリフになるんだよな。単にその恋人がある状態ならそのセリフってだけで。おっと、あなたでしたか。よし。はい。捕まえだ。まあ恋人なんて。で？どうかしましたか？いや、と罵る。いや違う、ちょっと危ないかも。行為。ほう。どうかしましたか？なては無理だろうな、雰囲気がな。聞いてみるか。ええ、それなりによくしてもらってますね。どうかしまし、はい。まあ恋人な。おー、よしよしよし。じゃあ明日はデートね。